こんにちは、カウパパです。必ず山に持っていく道具ということで、まあいくつかあります。で、僕もですね、小学校の頃からボーイスカウトをやってましてね、何のためにボーイスカウトやってたかというと、どっちかというと募金活動とか云々とかよりもですね、やっぱ野山でキャンプをやったりですね、こうトレッキングをしたり、あとは地図とコンパスを持ってですね、マッピングをしたりとか、ああいうのを憧れてボーイスカウト入ったわけなんですけど、やっぱりその40年以上前からですね、そのリーダーに言われていたことは、山に入るときは必ず持ってけと言われた道具の中で、当時からヘッドランプっていうのがありましたね。で、昔はですね、もう持ってませんけど、ナショナルのですね、単三電池を3本か4本入れた、黄色いやつがあったんですよ。もう、多分どこにも残ってないんじゃないかと思いますけど、もちろん豆電球ですね。まあ、それをですね、お父さんに買ってもらったやつを、まあ大体20歳で槍ヶ岳登った時までそれを使ってましたね。それでね、まあ今現状メインで使ってるのがこちらです。まあこれカバーですけど、このカバーも結構重いんでね、山には持っていかないです買ったのはいいけど、裸で持って行ってますが、こちらですね、これはね、何年前だろう。これもちろん見た通り現行型ではありませんね。ペツルのね、ティカ XP か、書いてあるね、チカかティカ、どっちかですね。旧モデルなんでしょうけど、まあ、買った時は多分5000円だか6000円だか、その中間ぐらいしたんじゃないかなと思います。カタログがですね、もう古いモデルなんでどこにも載ってないんですけど、多分これかなっていうのがありまして、120ルーメンの明るさ、まあまあですね、古いやつにしては。で、一回ちょっと押してみますね。これはですね、持ってってんだけど、メタン使わないんで操作の仕方忘れちゃってるんですけど、一回強くね、長押しするんですね。そうするとね、これ赤ね。で、もう一回ポッと押すとですね、赤の点滅になります。もう一回押すと止まります。最初からやりますね。何もない状態からこのボタンを長押しすると赤の点灯が始まります。で、この状態でもう一回押すと、この点滅ですね、シグナルになります。次に、さっき赤だったんで今度白ですね。さらに長く押すと、まず、まあ、ホワイトの一番弱い光で、次に押すとホワイトのちょっと強い光で、次に押すとですね、これワイドですね。で、もう一個押すと最大マックスになります。これが120だと思いますね。で、こちらはですね、一回ちょっと光を止めますね。電池はね、実は簡単なんですね。この出っ張り、こうひんむくようにこう上げるとですね、パカッとここに電池が入ってます。まあ僕は常にですね、Nループロ入れるようにしてます。これは充電する手間が省けるんで。ただこれも一応防水なんですけど、パカッてなるだけなんですけど、一応カタログで IPX4 って、まあ、ちょっと水しぶきがかかったぐらいは OK ですよっていう風になってますが、結構ね、これとか見ると隙間空いてるんですよね。ちょっとこれが不安なんで、いまいちこう信用できないと理由がここにあります。ここ何年かのメインはこのティカの XP を必ず参考にはですね、持っていくようにしてます。続いてですね、ご紹介しようかなと思うのは、これはこれもだいぶ古いモデルなんですけど、まあ、ちょっと武骨な感じの欠点なんですが、ジェントスの GTR っていうモデルです。細かい型番ちょっと忘れちゃったんですが、スマホにメモが残ってましてね、値段は多分ね、某なんとかカメラで1200円ぐらいで買ったんだと思います。1回押すとこう、まあ、1回で済むんで楽なんですけど、かなりこう光が拡散してますね。で、スポットというよりもこれ結構幅広くバーッと映ります。130ルーメン結構明るいです。で、時間はですね、これ130ルーメンで 5.5 時間、まあ実質5時間ぐらいだと思いますね。まあ、これ以前はこちらを使ってました。で、これいいのはですね、まあ、重さはですね、対してこちらのペツル XP と、まあ、若干こっちが重いぐらいなんですけど、これいいのは今ね、ちょっと昼間だから分かんないけど、この白い部分と、このスイッチの白い部分、この2つの白い部分がですね、蓄光素材って言って、
光を蓄えとく素材になってまして、暗い中で見るとこう緑色にボワーっとこう光ってるんですね。ですので直前まで使ってれば電気消してもですね、どこにあるかこう分かるぐらい結構明るいです。ですので実用に実用度は高いという欠点ですね。でこれやっぱりですね、見た通り非常にジェントスって会社の特徴なんですけど、結構防水が良くてですね、こちらも電池自体がですね、ここに入ってます。この3本のパッケージでですね、カートリッジ式でここに入るようになってます。でここはゴムのパッキンがちょっとこんなふうに出てきちゃってますけど、かなり強力な防水になってますんで、まず間違いなく雨の中でもですね、問題なく実用に耐えるという作りになってますね。はい、これがこちらのメインに対しての予備というような感じですね。でもう一つですね、ちょっとご紹介したいなと思うのが、これ100均のですね、ほんとちっちゃいこうケースなんですけど、何入れか分かんないんですけど、本当にこうちっちゃいケース、これぴったしなんです。たまたま見つけたんですけど、ここにこう入ってるのがですね、これちっちゃいでしょ、ちょっとガラスの保護で、これ貼ってますけど、こちらがですね、モンベルのミニヘッドランプって言ったっけかな、値段がね、1000円ちょっとのやつですね。これは古いモデルでも何でもなく現行型だと思います。ちっちゃくてですね、本当に電池込みで 30g ぐらい、本当に軽いです。明るさが、こんなちっちゃいやつなんで20ルーメン。先によく見ていただくと、上にメインのライト、下にちっちゃいライトってついてますね。ちょっと長押ししますね。これがですね、ちっちゃいスモールライトですね。山小屋の中でですね、早く起きてゴソゴソするときはこれくらいがいいと思うんですね。で、次にですね、こちらがメインライトのノーマルですね。これがですね、だいたいどれぐらいですかね。でもさっきより明るいぐらい。で、こちらがですね、20ルーメンですかね。一番明るい感じです。これで40時間持つって結構ありがたいですね。最後は点滅という機能になります。ちょっと続けてやってみますね。まずスモール、ノーマル、ハイパーは点滅と、一通り機能は備わってますね。ちょっとこれでですね、夜の山歩くとかですね、早く起きて壁に取り付くなんてのはこれ絶対無理なんですけど、ちょっとハイキングとか、あとはもう参考の中で必ずもう泊まるところが分かってて、アドベンチャー的なことをしないっていうんであれば、もうこれでも十分ですね。非常に軽いですからね。あと最後ね、そうですね、何ヶ月か前に動画で出したんですけど、これが同じペツルのEライトですね。このEライトに関しては YouTube の動画で上げてますんで、詳しくはそちらを見ていただければいいなと思うんですが、はっきり言うとまだ1回も使う機会がありません。非常時のために買ったようなもんなんで、非常時が訪れないことをありがたがんないといけないんですけど、とりあえずお守り代わりに持ってます。これは救急セットというかエマージェンシーセットの中にそっと入れるようにしてます。はい、長々とありがとうございました。